黙祷。内閣総理大臣。黙祷。日本政府には核保有国と非核保有国の橋渡し役をしっかりと果たすためにも、核兵器禁止条約への署名・批准を求める被爆者の思いを誠実に受け止めて、同条約の締約国になり、唯一の戦争被爆国として世界中の人々が被爆地広島の心に共感し連帯するよう訴えていただきたい。唯一の戦争被爆国として核兵器のない世界の実現に向けた国際社会の努力を一歩一歩着実に前に進めることは我が国の変わらぬ使命です。本年は被爆75年という節目の年であります。我が国は非核三原則を堅持し、立場の異なる国々の橋渡しに努め、各国の対話や行動を粘り強く促すことによって、核兵器のない世界の実現に向けた国際社会の取り組みをリードしてまいります。